ハランド級駆逐艦は、スウェーデン海軍が運用していた駆逐艦の艦級。4隻が計画され、2隻が建造されたほか、コロンビア海軍向けにも発展型2隻が建造されている。本級は、中立国スウェーデンが領海侵犯に対する警備用として建造したものである。まず百四十八年十一月十九日、二隻の建造が承認され、 テ手リに所在する2カ所の造船所にそれぞれ発注された。1955年にはラップランドとベルムランドも追加発注されたが、これは1958年、船形としては船首ロー型を採用した。主ボイラーとしては、ベノー式の蒸気圧力 40kg フォース、C 平方メートル、蒸気温度摂取420度の缶を、また蒸気タービンとしては、 ドラバル式の出力 29000HP の機関を搭載していた。当初艦隊艦ミサイルとしては試作ミサイルである RB315 を装備していた。その後、1964年に RB08A が完成したのに伴って、スモーランドは1966年、ハランドは1967年にそれぞれ完走を行っている。これにより、 旧東側諸国を除いて、初の艦隊艦ミサイルを装備した駆逐艦となっている。なお、RB315 の装備を艦隊艦ミサイルの配備とするならば、世界初とも解釈できるが、RB08 を基準とすると、収益前の1957年から PE-1 を装備して大焼け身を行い、1958年に収益したベドーブイが先行する。 手法としては、ボフォース射製の自動砲である M5050 口径 120mm 連装砲を、艦首の選手楼看板上及び、艦尾看板に一機ずつ設置していた。また広角砲としては、M5060 口径 57mm 連装砲を、環境直前の看板出上に搭載するほか、M 4870合計 40mm 単装機銃6機を各所に搭載していた。建造当初は、対空レーダーとして、リンウッド -03、射撃式装置として、M20 および M45 を搭載していたが、このうち、M22 は、目標補足機能が付与されていた。その後、リンウッド -03 及び M45 とバーターに、QLV200 マーク2が搭載された。 なお、対戦兵器として搭載された M5375mm4 連装対戦ロケット砲は、オランダのホラント級に続いて2例目の採用となった。ハランドは1962年と1969年、スモーランドは1964年と1967年に、改装が行われている。ABCDEFGHI コン S.O.L.The.Whirls Fighting Ships 1947-1995からネイバルインスティチュートプレス P68445ISBN 978-15から億5750万1325ハット ABCD 高須広市1スウェーデン、チリ、ドイツのユニークな顔ぶれ世界の感染第587号解任者2001年10月 96から97ページ、ネイド400億215万 6164?RB08A、アーボーガロバートミューズム、2010年8月14日、時点のオリジナルよりアーカイブ、2012年10月1日閲覧、ジャガレンスモランド、マリチマン、2012年10月2日閲覧。ありがとうございます。